はい、こんにちは。まあ、今日は絶対組み合わせたらいかない予想と組み合わせてしまってるんですけど、まあ、それは置いといて、今もう世界ナンバーワンバッターにもなってしまった、大谷翔平選手の、じゃあ、まあ、そこを目指してその技術を、まあ、今小学生からやったら絶対に日本のプロですぐ行ってみろって話なんですよね、まあ、極端に言うと。で、じゃあ大谷選手が何がすごいか、どういう技術をやってるのかっていうのを全部話します。で、まあ、大谷選手が超一流のあそこまでいったらもう逆のことやってるんですよね。だから大谷選手のスプリットって巡回転のスプリットって言うじゃないですか。まあ、だけどその巡回転のスプリットってどうやって投げれるのって投げれる人にしか分かんないんで、だから、まあ、そこら辺は俺はもうピッチャーじゃないんで分かんないんで、まあ、じゃあ巡回転のスプリットを俺は投げれるよっていう人に指導してもらえばいいと思います。投げれない人に指導してもらっても意味ないんですよ、ね。で、まあ、じゃあ大谷翔平の打ち方ができるよって俺はできるし、あの打ち方が どういうメカニズムでそうなってるかっていうのも全部わかるんで、まあ、そういう私に習った方がいい。で、まあ、今の大谷選手の打ち方は今年急に飛躍しましたけど、まあ、これは偶然の産物と自分は思ってるんです。で、ワンランク上のレベルに行けた理由っていうのは、まあ、自分の憶測ですよ、憶測で。メジャーリーグって結構ピッチャーがタイミングを外してくるっていうことに結構、頭使ってやってくるんですよね。クイックしてみたりとか、なんかまあひねり入れてみたりとか、こう止めてね、こうミラーモーション気味にしてみたりとか、まあ、必死でタイミングを外そうとしてくるメジャーのピッチャーって。で、まあ、プラスアルファ、まあ、球を動かしてみたりとか、まあ、いろいろそうやってなんかこうバッターをずらそうとしてくるのが、まあ、メジャーリーグ。で、意外にその、ね、パワー勝負っていうイメージありますけど、まあ、そういう細かいことをしてくるのがメジャーリーグなんですけど、まあ、そこに対して、まあ、大谷翔平選手がやっぱこのタッチ遅れというか取り遅れ、構え遅れするっていうのはやっぱりバッターとして一番よろしくないんですよね。だから、まあ、タイミングの取り方の、ね、3つ大事なことという教材とか僕出してますけど、まさにその通りで、構え遅れとかもこの構え遅れした時点でもうノーチャンスっていうことなんです。で、まあ、そういう意味で、まあ、大谷選手っていうのはこのノンステップ打法っていう、まあ、選択を してるんですね。だから、まあ、ノンステップ打法をすることによってもうその一番最悪である構え遅れっていうのを、まあ、消したわけです、まあ、そういういろいろ小細工してくるメジャーリーグのピッチャーにもめんどくさいと思ったんですかね。もうで、その代わり、まあ、デメリットもあるんですよね。やっぱノンステップ打法っていうのはやっぱどうしてもこうここで足ついてしまうことによってやっぱ正から動になるんで、だけどその理屈として、まあ、この作ってみて回転っていう、これが大谷選手の中でどうだよっていう、動くとかにどうだよっていう理屈であれば、まあ、どうからどうになるんでしょうけど、まあ、私からするともうついた時点で生が始まってるじゃないけど、止まっちゃってるっていう、まあ、私はそういう理屈です。だから、まあ、1ミリでもやっぱこの前の足っていうのは私としては上げてた方がどうからどうにいけるっていう、まあ、理論なんですけど、まあ、結局、まあ、ついてみて回転っていう、打ち方をしてるんで、まあ、デメリットとしては若干遅れる、若干、まあ、動き出しであったりそこら辺の振り遅れっていうのがやっぱ出るんですよ。だからそれをなんか振り遅れ、若干の遅れで生じることっていうのは、このヘッドが立ち遅れで、まあ、下振ってくる、ヘッドが立ってくるのがちょっと間に合わなくて下振ってから空振りとかファールっていう、こういうミスショットが出てくる、動き遅れ、立ち遅れっていうか、そういうもうほんの 0.0 何秒の世界なんですけど、若干のその遅れが出るのが、まあ、致命的っていうか、まあ、自分の狙ったところより下行ってしまう、ヘッドを下行ってしまうっていうことが起きるんですよね。で、それを多分解消するために大谷選手はもう今までより早くヘッドを立てにいってるんです。もう今まで以上に回転と一緒にヘッドを立てにいってるんです。
で、これ女子ソフトの打ち方と一緒ですね。だけ大谷選手は多分女子ソフトボール打つと思うんです。で、逆に言うと中田翔選手なんかはソフトボール全く多分当たんないと思う。あの打ち方でこうなるって全部体で、大谷翔平選手はタイミングされ方もソフトと一緒ですね。ソフトボールの選手も、あの藤田大和選手もいいですね。あの日本のね、あのあプロって通用するんじゃないですかね。正直あの日本の女子 の野手陣のバッティングなんて、そこら辺の大学生プロの2軍よりいいですよ、はっきり言ってやってることは。でやっぱソフトボールの球って重いんで、ね、ヘッドが寝て当たったら絶対負けるんで、まあ、こうしてボールしたらすぐこうヘッド縦に行くんですけど、まあ、そこら辺の技術っていうのは全然野球にも使えるし、もっともっと野球に必要なんです。で、まあそういう意味で、まあ、あることが、ね、普通の選手、じゃあこういうボールスピンかけろって言われたら、こういうスピンをかける、こういうスピンをかけに行く、こうやって、まあ、上から叩いたりとか、こうやって手首返してボールを下にこういうスピンをかけに行くんですね。でも大谷翔平選手って逆なんですよ。で、まあその逆のイメージが逆のイメージを持って、それがボールの下にバットが入るんで、とんでもなくボール飛ぶし、ノンステップ打法の時でも対応ができてるんです。まあそこら辺ちょっと最後あの難しかったと思うんで、まあ、そこら辺をめっちゃ分かりやすく詳しく、オンラインサロンの中ではじゃあ教えていこうかなって思います。まあここまではね、ここまでで分かる人は分かると思う、ピンとくると思うんですけど、まあもっともっと詳しく分かりやすく教えてほしいっていう方には、そうね、概要欄からオンラインサロン入ってもらえば、この次続きの分かりやすい内容も、お伝えするので、また興味あったら見てください。よろしくお願いします。